回の動画はですね、バスコレクション、相鉄バス、三菱ふそうエアロスターと、いすゞエルガを開封したいと思います。それではですね、三菱ふそうエアロスターから開けていきたいと思います。こちらはですね、二俣川にある相鉄グッズストアにて購入しました。値段はですね、税込み800円ですね。はい。まあ、バスコレにしては比較的安い方なんじゃないかなと思います。はい。こんな感じでございます。まあ、特にね、限定品っていうわけでもないんですけど、まあ、ちょっと前はね、ヨドバシカメラとかでもこれ売ってたんですけど、今、ちょっとヨドバシとかでは買えないんで、まあ、今現在で多分、新品で買えるところはおそらくね、二俣川の相鉄グッズストアぐらいじゃないかなと思います。まだね、バリバリ在庫余ってるんで、まあ、相鉄バスのね、バスこれ欲しい方はね、二俣川のグッズストア行くと買えます。はい。まあ、これ別に限定品でもないんですけど、開けていこうかなと思います。はい。対象年齢15歳以上ですね。はい。まあ、この動画もまあ、そういう感じになっております。それではね、開けていきます。で、続いてね、いすゞエルガをね、まあ、開けていこうかなと思います。こちらはですね、まあ、先月大阪に旅行に行ったんですけども、まあ、その時にね、まあ、今日本橋っていうのがね、まあ、大阪にあるんですよ。そういう秋葉原みたいな街がね。まあ、そこにある中古店で、まあ、こちらはね、まあ、購入しました。それでは開けていこうかなと思います。確か値段書いてありましたね。600円ですね。税込み600円で購入しました。それでは開けていきます。はい。まあ、関西の中古店行くとね、結構関東の商品が売れ残ってるんでね、意外といいですよ。やっぱ、関東だと関西のものが売れ残ってたりするのと、まあ、逆で、関西だと関東のものが売れ残ってるみたいな、結構あるんで。なんで、相鉄バスは結構売ってましたね。はい、というわけで、まあ、こんな感じで開封できました。それではですね、三菱ふそうエアロスターから見ていきたいと思います。型式はですね、MP37 エアロスターでございます。まあ、MP37 なんでね、まあ、一昔前のエアロスターですね。はい。で、年式は2012年です。まあ、年式2012年でそこまで古くないですね。まあ、比較的新しい方かなと思います。で、所属営業所はね、横浜営業所ですね。まあ、横浜営業所とは言ってもですね、場所がまあ、大体片倉町の駅の近くですね。まあ、羽沢横浜国大と、まあ、片倉町の駅の間っていうのがまあ、正確な位置的な感じですかね。まあ、その辺にある営業所ですね。はい。で、前面のね、方向膜はね、こんな感じでございます。はい。このバスは、西菅田団地、小作駅経由、新横浜駅行きでございます。となっております。はい。横浜駅からですね、まあ、新横浜駅を結ぶバスです。系統番号は横浜1系統となっております。はい。で、続いて左側面です。左側面はね、こんな感じでございます。まあ、新塗装となっております。で、このバスはね、前乗り、後ろ折りのね、まあ、運賃均一220円となっております。はい。で、続いて後ろです。後ろはこんな感じでございます。まあ、普通のエアロスターって感じでございますね。で、続いて右側面です。はい。このバスはノンステップバスなんで、ここにノンステップと書かれております。で、屋根はこんな感じでございます。まあ、クーラーはね、比較的、まあ、新しいタイプのものになってますね。まあ、MP38 と、まあ、同じタイプでございますね。まあ、同じタイプ、まあ、微妙に違うかもしれないけど、まあ、MP38 とほぼ同じタイプのクーラーですね。続いて、いすゞエルガです。このバスはですね、まあ、ちょっと中古品なんでですね、まあ、細かい型式まではわからないんですけど、まあ、トミーティックのホームページを見る限りですね、まあ、2000年に登場したいすゞエルガをね、まあ、モデルにして作られたバスっていうことだけわかっております。はい。まあ、細かい LV いくつとか細かい形式まではちょっとわかんないですけどね。まあ、で、旧塗装なんで、ま、比較的古いバスでございますね。まあ、古いって言っても、ま、なんか、まあ、2000年を超えてるんで、超古いわけでもないんですけどね。まあ、割と古い方かなって感じでございますね。はい。で、前面のね、方向膜の行き先はですね、このバスは、横浜動物園行きでございます。はい。朝日24系統横浜動物園行きとなっておりますね。はい。で、続いて左側面です。左側面はね、こんな感じでございます。もうね、超旧塗装って感じがしていいですよね。旧塗装のね、装でちょっとキムワイプっぽくていいですよね。はい。で、このバスノンステップなんでめちゃくちゃ古いわけでもないみたいですね。はい。で、続いて後ろです。後ろはこんな感じですね。もうデカデカと横浜動物園行きと書かれております。で、続いて右側面です。右側面はこんな感じですね。はい、なんか本当に塗装がね、キムワイプに見えてきましたね。もう相鉄キムワイプってこれからこの旧塗装のこと読もうかなと思いますね。はい、まあ、キムワイプって、まあ、知らない方のためちょっとだけ説明するんですけど、まあ、ティッシュみたいなやつですね。まあ、詳しく知りたい方は調べてみてください。多分ティッシュみたいなやつですね。はい、とりあえず。で、屋根はこんな感じですね。はい、まあ、さっき紹介したね、まあ、MP37 エアロスターとね、全く同じタイプのクーラーですね。はい、まあ、屋根は、かなりシンプルだなっていう感じですね。
もなく二俣川です。お出口は左側です。二俣川の次は鶴ヶ峰に停まります。大和海老名方面はお乗り換えです。 The next stop is 二俣川。